中華民国内政部消防署、台南市政府消防局第79歳9個、代替中西分隊台,台湾の戸籍直轄指定戸籍、台南市中西区民政緑園文化園区、旧台南合同庁舎旧台南合同庁舎は、台湾台南市中西区営花里にある直轄指定戸籍の建築物。日本統治時代に消防隊が設置され、 日の宮倉として使われた中央の塔と両側に増築された低層の干潮舎が最大の特徴。新築市消防博物館とともに台湾で現存する数少ない日本統治時代の消防施設。庁舎増築前の五体転記念塔1930年5月8日、昭和天皇即位に伴い6階建てとなる塔が建てられ五体転記念塔と呼ばれるようになった。 当の傍らには、台南を拠点とする建設業住吉組の創業者で、後日の消防組に先んじて1919 19年頃に施設消防隊を結成し、消防車を寄贈するなど、市の防災に尽力し、事前事業にも扱った住吉秀松の彫像があった。当は初期には、秘密牢と呼ばれ、後に、防火牢と改称された。 当時の台南市内で最も高い建築物で市内の火災をいち早く察知するために使われていた。1936年、台南州は台南市、かよし市、小びがに公設消防組と常備消防署を設置し、台南には10名が配属されていた。1937年5月19日に、当の両翼増築工事が起工。合同庁舎が 翌1938年4月25日に、竣工した。設計は、台南州土木海江前係によるもの。当の左翼側は、消防組詰め所、右翼側は、台南州の警察会館と左翼部は、西基町発出所が使用していた。戦後はそれぞれ左翼部を市消防局大隊第七、中隊第二分隊と、市警察局第二警分局民生発出所が、 右翼部を空軍申請者、退去後は、内政部継承所保安警察第5総隊第1、大体、第2分隊が使用していた。そみなみの台南市長任期中に、北側の民生路が拡幅されることになり、そこに面する建屋が撤去され、幅3メートルの軌道を設置、現在の姿となった。1998年に、市政府により戸籍登録がなされ、同年に、 市政府が、あびらく、A 花寺に移転するとそこに、市政府消防局が発足した。2000年代には、総額4671.1万乳台湾ドルを投じて、保存、修復作業が進められた。民生派出所は2003年に退去した。2015年2月より、中央政府の補助を含めて、総額6410万乳台湾ドルを投じて、 王子の姿を取り戻すための博物館化事業とそれに伴う最終副事業が進行、幾度かの設計変更と再入札を経て、当初予定より遅れが見られたものの2018年末にほぼ完了し、消防局以外のエリアは2019年4月15日に消防資料館としてリニューアルオープンを迎えた式典には、秀松の子孫や台南市長、高位哲も参列している。 修復前の庁舎修復中の庁舎鉄筋コンクリートとレンガの複合建材による低管様式と R デコの和洋折衷建築で外観は非対称。土地面積は1248平方メートル、背面の出入り口は3カ所あり、消防隊は中央の塔、左翼側は保護総隊、端部は発出所をそれぞれ使用していた。塔は関東大震災後の教訓をもとに、 それまでの日本で主流だった木造ではなく、鉄筋コンクリート製となり、高度も従来の標準的だった9メートルから高さ25.3メートルの6階建てとなり、当時の台南市内で最高建築物だった。階段室の中央には台湾最古で出動時に3階から地上まで直接降りられる滑り棒がある。外壁は白色に塗装され、各階の境界は横帯状に 緑色の装飾がなされている。右翼部分の1階は消防車が出入りできるように大口になっている。各階層にはフラットアーチの窓があり、中央の塔の出入り口は半円のアーチ上で上部には雨よけ、さらにその上にはフラットアーチ窓と半アーチ窓がある。左翼側は古典建築様式園中で雨よけと2階3階の塔の境界に右翼側と同じ。 横帯状の緑色の装飾があり、さらに屋上には平壁が追加されている。建物内部は六角形の内庭がある。建物は民生緑園を頂点とする逆英字型。資料館になる前のおおよその配置を示す。旧合同庁舎は、台南駅から南西 1km 弱の中西路と民生路の交差点、民生緑園西側。 旧台南州庁の対面に位置する。民生力園文化園区に含まれ穴病、文化園区にも隣接しているため周辺は戸籍が集中している。風潮橋、台南市戸籍とも歴史建築相談。台南市、台湾建築とも文化史出版社。ピアニッシ二百233ページ。ISBN9573088045、オンル台湾館。 台南歴史深度旅遊。台北市オンドゥ出版社。ピアニッシモ158ページ。ISBN957308804 号反復活動。不条相談。台南市政府。ピアニッシモ9394ページ。ISBN9570221437。ありがとうございます。